延岡の北の玄関、北川町のうまいもの。はい、皆さんやってまいりました。今回は北川町にあります道の駅はいまさんにお邪魔します。はい、今回はですね、すごくもう、ね、風光明媚なところで、ね、駐車場ももう満杯です。はい、今日はこのお店に美味しい、ね、お食事があるということでやってまいりました。そのお食事は後での楽しみです。はい、今回はこの中をずっと案内していただきますのは、はい、支配人の脇坂さんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はとても天気が良くて良かったですね。はいはい、今日はあの美味しいもの、はい、ね、シラス丼ですかね。はい、生シラス丼、はい、楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこちら生シラス丼です。ね、ズームアップしていただくと、ね、生シラスが、ね、この上にたくさん乗ってますね。そして生の、ね、卵も乗っています。すごく美味しそうですけれど、こちらは北川ハイまでは一押しの、ね、生シラス丼ですね。はいはい、すごく美味しそうですけれど、ボリューミーですね。はい、すごい、この生シラス、ね、もうすごく新鮮そうですけれど、はい、日花田奴隷の生シラスです。はい、そうなんですか。北浦の道の駅と北側の道の駅でしか一応食べれないメニューということで、はい、そうなんですね。わあ、すごい生シラス、ね、この新鮮な生シラス、本当こんなにたっぷり入ってますけどね。それでは早速ですね、こちらをいただきたいと思います。スプーンでこのまま何かこれをかけて上にかけて食べるんですね。そうですね、はい、じゃあ特製タレ、シラス丼のタレです。これをかけます。食べ方がね、いろいろあるんですよね。すごく楽しみ。わあ、すごい。結構食べかけましたけど大丈夫ですか。はい、お好みで、はい、いいんですね。はい、そして私は、あ、全体をちょっと引っ張らせていただきます。ね、3人。でもスプーンで。はい。わあ、見てください皆さん。ドーン。シラスドーンです。うわー、美味しそう。いただきます。わさびでこうかけて混ぜて食べても美味しいし、そのままこう卵をこうつけて食べてもいいということですかね。はい、美味しそう。あ、たっぷりいくらも入ってるんですね、はい、中に生です。美味しそう。いただきます。あ、すごく生のですね、あの卵がぐーっと入っていて、クリーミーですね。はい、いただきます。わあ、この生シラス、すごく新鮮ですよ、中に。甘さが全然違う。美味しい。これはですね、この海苔ですね。海苔とシラスとご飯といくら。この口の中で入ったらハーモニーがすごいです。やっぱり有名って言われてただけありますよ、皆さん。一口いただきます。この海苔がですね、もうすごいいい香りがしますね。この海苔がもう風味がすごくいいんですよ。シラスの甘さは天下一品です。
はい、皆さんこれ食べてみてくださいね。美味しかったです。はい、続きましてですね、こちらに小鉢と、ね、お味噌汁とか、ね、お漬物とか、これも一セットなんですよね。はい、わすごい。こちらの、今日は季節によってなんか違うんですね。はい、そうですね。豚、はい、側の素材にこだわった、はい、椎茸とかお野菜とか、はい、そういった煮付けになります。あ、そうなんですね。はい、煮付け、このやっぱり豚側といえば山菜ですよね。わ、もうお風呂の味という感じで、もうほっこりしますね。いろんなお野菜がたくさんのね、まあ、いろいろ変わるんですね、煮付けからいろいろ。そうですね、季節によって。うん、わ、楽しみですね、それもね。そしたらこちらをちょっといただいてみます。煮付けとかですね、私個人的には大好きなんですよ、ね、これは体にね、とってもいいですね。はい、いただきます。うん、シャキシャキです。うん、味もコクがあって甘いですね。はい、わ、これこの素材の味が出てるんですね。厨房の地元の主婦の方が、はい、使われてますので、はい、もう厨房では地元の、ね、北側の方がもう地元の素材を使って、地産地消ですね。もうまさに、まあ、すごく甘くて美味しいです。こんなにね、甘いんですね、山菜って。シャキシャキ、音が聞こえますね。美味しいです。人参さんもいただきます。もう本当にコクがあって美味しい。びっくりです。椎茸ですね。あんま、美味しい。本当美味しかった。これはやっぱりこの、ね、このしらす丼以外にこういったね、メニューがついてくると本当にお得ですね。食べる人は、はい、もう得したなって感じになります。ちょっとお味噌汁いただきます。あったかいです。まだね、朝日夕数食これはしらすを食べた後にほっこり美味しいですね。美味しかったです。はい、今日はすごく美味しい生しらす丼を堪能させていただきました。本当に美味しかったです。はい、これはもう人気、ね、爆発して、もう結構お客さん朝から多いので、はい、ね、並びますよね。はい、商品です。楽しみです。また私は個人的に、ね、行きたいと思います。はい、こちらのですね、今日食べさせていただきました生しらす丼なんですけど、いくらになるんでしょうか。税込みで980円になっております。それだけですね、本当に980円。うん、安いです。うん、もうこういったのね、お味噌汁とかお味噌汁のお漬物がついて980円ですよ、ね、そしてこのしらすもボリューミーで、ね、もう海苔がすごい香りが良かった、美味しかったです。本当に本日は美味しかったです。ありがとうございます。食べさせていただいてありがとうございます。はい、皆さん、はい、この北川ハイマ、いろんな食べ物、美味しい食べ物がいっぱいありますよ。はい、こちらはなんと宮崎マンゴーのソフトクリームということですか。マンゴーの果肉が乗って、すごい、何しましょうか。マンゴーのピューレです。もう初めてです、こんな贅沢な、はい、ソフトクリームは本当贅沢ですよね。
ご一緒させていただきます。レシートはいいですか？このまま食べた方がいいのか、このまま食べた方がいいのか。はい、いただきます。ちょっともったいない。美味しいですね。もう今日はですね、朝から天気がいいので喉がきつく皮出たんですよ。もうしっとりで美味しいです。これも生の宮崎のマンゴーが入ってるんですよね。宮崎産マンゴーというのが私初です。でマンゴーそのまま切って食べたことあるんですけど、はい、ね、美味しいです。爽やかな味で、うん、マンゴーは濃厚ですよ皆さん。生の、ね、マンゴー入ってます。でこちらがピューレ、こちらですね、果肉。はい、果肉ですね、はい、贅沢ですね、はい、果肉とこのマンゴーのソフトを一緒にくっつけて食べちゃいます。表せないぐらい濃厚ですね。これすごい、あの2つ一緒に、ね、食べると贅沢ですけど、お口の中ですごく濃厚で、はい、マンゴーの味がぐーっと入ってきますね、はい、あ、美味しい。すごい贅沢です。何も食べりたくないぐらい美味しいです。うん、一時口の中に入れときたいぐらいです、うん、味わいたいって感じですよ。皆さんもぜひですね、この宮崎マンゴーのソフトクリームですね、はい、食べていただきたいなと思ってます。お値段の方は、はい、一つが450円になっております。450円ですね。もうそれぐらいもう贅沢ですけど、この中に入っているのがすごく贅沢ですので、ぜひこの宮崎マンゴーのソフトクリーム、北川はゆまさんに遊びに来たら食べてみてくださいね。お待ちしてます。お待ちしてま す, てます。はい、皆さん、あの道の駅、ね、すごい美味しいものがたくさんありました。今ずっとですね、食べさせていただいて、もう本当美味しいものばっかりです。で今度こちらの方は杉の香りがすごくいいんですけど、えんやさんっていう、はい、そうです。お店、ね、炭火焼けのお店です。宮崎千鳥になるんですかね。はい、そうです。すごい先ほどからいい匂いなので、ちょっと炭火焼けを、はい、食べてみたいと思います。どうですか？はい、すごい、もう出来たてですね。はい、わー、じゅわーっと今焼かれたばっかりの出来たてほやほや。はい、いただきます。なんかプルンプルンしてそうですね。あ、大きいの、あ、大きいの、大きくなっちゃう。いただきます。楽しみ。すごく美味しい。炭の香りですか？わーっと鼻から出てきました。あ、あって美味しいですね。ありがとうございます。これ、あの宮崎のもうこのブリが美味しいですね、素材が。うん、コクがあって甘いね。うん、これなんかビールが欲しくなって美味しさです。ビール買ってきましょうか？本当ですね、ビールがなんかちょっとクリクリいただきながら食べたい。この炭火焼けも本当にあの、この北川さん、北川の方でも、はい、道の駅でも売ってますけど、なんか北方とかいろんなところでも売ってますよね。はい、あの、出させていただいてるんですよ。あ、そうですか。はい、これはあのドライブスルーの感覚で車で食べられるのもいいですね、はい、買って早いところ。
それでおいくらになるんですかね。600円ですよ。でも、あの2つで、1000円です、今の時期、今が時間じゃなくて、ずっとすごい情報聞きましたよ。2つで1000円、ね、納得の、でもいいんですかって感じですけどね。ボリューミーなんですけどわー、皆さんぜひ来てください。もう本当にこれをたっぷり入っているのでね、2パックで1000円にしてしまうとですね、ね、お店の方大丈夫なの？大丈夫じゃないと思います。そうですね、大丈夫じゃないです。もう本当にボリューミーです。ご飯のおかずでもいいし、おつまみでもどちらでもぴったりです。柔らかい、美味しかったです。ありがとうございます。美味しい。また来てください。来てくださいね。お願いします。はい、北川ハイユマンの道の駅内にですね、なんと面白い、ね、お店を見つけました。こちらは、ね、木工体験って書いてますね。はい、週末を中心に木工教室が開かれてます。みんな何かで作るんですね、本当の方。はい、じゃあ今日は一回行ってみてもいいんですかね。はい、これはこちらの方 DIY 今流行りですね。今から体験してみたいと思います。お邪魔します。よく知る、押さえてて大丈夫です。行きます。こんな感じで近づいてる。じゃあ始めたいと思います。木工体験初体験です。 DIY。 じゃあ鉛筆をこう上からこう下ろして、取れますね、なんか押さえといて、あの形かなって皆さん思ってると思いますけど、こうですね。こうそして、はい、はい、いいですね。これをあの糸のこで切ります。これを切っちゃうんですね、まだは、はい、ドキドキです。ちょっと初めてですけど切れるかな、切れるかな。おいしいまで来ますか。おいしいおかけるようで、おいしいまで得意ですか。Yeah.
には今までよかったですね。忘れないで。だんだんなってきた。すごい。楽しい。楽しい。うわー、楽しい。だんだんこうするとこういった文字も切れます。おお、すごいですね。細かくなってきても切れるということ、はい、でも上手です。本当ですか。嬉しいです。先生から褒められて嬉しいです。初体験。あとは色塗るだけなんです。これを色塗って仕上げるんですね。わ、楽しい。これ皆さん私はもうハートでも何でもね。そうですね。オートナメントとかそういったのもできるんですね。ハートのなんかブラザリー、はいはい、ね、可愛い。楽しみです。じゃんじゃじゃーん。はーい、皆さんこちら大きな湯ですね。美味しそう。これは鮎の塩焼きですね。美味しそうですね。はい、こちらちょっと。いただいてみます。このまま、うん、香ばしい。外はカリカリで、中の卵がたっぷり、うん、香ばしすぎます。身もほっこりして肉厚で、うん、おいしいです。すごくジューシーで、身がですねたっぷりほくほくです。うん、白身でほくほくとしてね、すごくおいしいですよ。これ一本一本をですね、こうやって炭火でこうやって見てください。焼いてるんですね。すごく美味しいですね。お塩パラパラとね、して美味しいです。延べおかといえば鮎ですよね。すっごく鮎が、ね、こちらは子持ち鮎ということで、中がね、卵がいっぱいです。美味しかったです。うん、これはぜひご賞味ください。美味しかったですよ。はい、お寿司あゆさんですね。はい、来てくださいね。はい、1本500円ですね。すごく白身ほっこり、そしてホクホクでね、ぎっしりね、卵が詰まってました。美味しかったです。来てくださいね。はい、今度はですね、うなぎ飯、じゃーん、うなぎ屋さんですね。わー、美味しそう。うなぎ飯ですよ。ね、しっとりとしたそうです。ね、おだけ。ね、そして、塩焼きのうなぎがなんと、大きいですね。ね、北川淡水で、ね、美味しい新鮮な水を吸って、大きなき、うなぎ。ね、肉厚です。こちらは1800円。じゃじゃーんと来ました。ね、こちらのうなぎの焼き鳥って私初めてなんですけどね。あ、楽しみですね。こちらはうなぎの串焼きって言います。はい、1本が200円になります。ね、そうですよ。記念のために気が付けられるんですね。美味しいですね。
と寄っていただいて、香ばしい香りが何とも。はい、北川萩間にはですね、もう本当にたくさんのパンがあるんですね。こちらいい香りがしてきましたけど、こちら駅の中にありますパン工房になります。はい、こちらの方で毎日朝をパンを焼いてお店の方に出しております。そうですか、すごいですね。もうパンのね、丸ごと今から切って、ね、出されるみたいなんですけど、ちょっと中を見てみたいと思います。あ、いい香り。あ、こんなね、工場の中とかですね、ちょっと見たことないんですよね。パンが一つ一つ開けて何種類もあります。こちらのパンと困るんですね。中を、こちらがオーブン。すごい機械ですね。何度とかちゃんとこう測って作られるんですね。すごいですね。オーブンもなんかちょっと高いですね。やっぱり何色も出されるからですね。これは発酵機です。あ、発酵機全然違う。発酵機、はい、そうです。すごい、まあ、発酵させるだけのもちもちも、いや、あの発酵させたり、はい、あのオーバーナイトって言って、はい、あの今こねた生地を入れとく、うん、ここの中に入れとくと、はい、7時なら7時にセットしとくと、うん、あの発酵までしてくれる機能があります。すごい優れものですね。はい、そうです。もう何から何までできる。そうですね。発酵してね、一回でちゃんと決められて、ちゃんとした形でもう出来上がってしまう。いや、生地だけが、生地だけが、はいはい、すごい。でそれから2枚で設置をして、こういうものになります。これはブドウパンです。これはピザナンです。あ、ピザナンですね。ほど、はい、ナンですね。これナンからヒントを得てピザにします。はい、はい、これは3種類から4種類の種類があります。はい、はい、これは今あの流行しているあんこ、あんこが入っている、あんが入っている、はい、あの食パンです。はい、これは中にあの卵が入っている、丸ごと、くちゃっと食べます。バクッと食べますとね、ドロッと卵が出てきます。はい、この卵です。はい。はい、すごいですね、見てください。もう見るからにね、しっとりですね。おお、お、すごい、一つ一つでこうやって重ねて、チーズにカレーです。すごい美味しそう。うわ、たっぷりですね。食べたくなります。今食べると最高です。今食べたいと思います。食べますか。カレーも美味しいですよ。食べたいですね。食べてみますか。はい、いいですか。食べても嬉しい。このまま上食べてみたいですね。なんかお上品にカッティングしたのしてまいりました。元気になります。本当しっとりとして
してもちもちしてる感じですよね、はい、このカレーのペーストがお肉なんで作っています。はい、はい、ベーストそうです、ベーストが全部オリジナルです。はい、作っ、はい、たものを塗るだけでも違いオリジナルで作られてる。わー、貴重な一枚をありがとうございます。熱いですよ。カメラマンさんにも熱すぎますよ。わ、ちょっといただいてみますね。いただきます。うん、いい香り。ヒスクリのペーストのカレーです。うん、うん、サクサクで美味しい。うん、何の生地かなと思ったらパンの生地でね、しっとりとして美味しいです。これお子様にもいいですね、受けますね、食べやすいですね、美味しい、うん、大人から大人はビールの、そうです、大人はビールです、冷凍もできるんです。冷凍、はい、はい、そのまま冷凍して、うん、翌朝オーブンで温めて、そしたら食べたい時に、そうです、食べたい時間に食べれるっていうことですよね、はいはいはい、わあ、すごいいいことばかりじゃないですか。美味しい、うん、うん、これもうどんどんサクサクいけちゃいますね、パクパクと。一つじゃ合うんじゃないかって思うんですけど、これ始めるとペロッと、ペロッといけちゃいますね。ハイクロント、うん、チーズの甘さもですね、美味しいです。これぜひ皆さん北川ハイマに来たら食べてみてくださいね、うん、ナンの、ね、パンでした。ありがとうございました。いただきました。はい、製造された、ね、パン焼きたてのご焼きをいただきました。美味しかった。ありがとうございます。今日は店頭に並んでいるパンですね。いろんなパンがありますよ。こちらから紹介してください。アップルシナモンロールですかね。わ、アップルがこれすごいですよ。アップルたっぷり入ってます、ね、わ、ケーキみたいで、まるでね、本当にスイーツの世界ですよね。美味しそう。で、こちらは何でしょうか。抹茶クリームパンです、わあ、なんかショーンケーキの感じですよね、見た感じ。この中に抹茶がたっぷり入っています。で、いちごのスフレチーズケーキパン170円、もう本当にスイーツ感覚で食べられますね。すごい。で、イチオシ何か。はい、イチオシはこちらの昔ながらのメロンパン、こちらの大人気商品になっております。メロンパンですか。はい、ずっしりね、140円。おお、すごい、重いです、大きいです。で、140円です。安いですね。いいんですか。はい、すごい。先ほどの中にね、製造されたところでしっかりとしっとりと焼き上がっております。140円。あー、どれも食べたいな。あ、開けてもいいですか。はい、はい、じゃあ、お言葉に合いましてビリッと。140円ですよ、皆さん。あ、すごい、綺麗、綺麗です、皆さん。じゃーん、わー、ほら、すごい色が、ほんとメロンの色してますね。はい、すごい、匂いも、わー、いい香り。しっかりしてずっしりされてますね、してますね。これ、入
べちゃってもいいんですか。あ、はい、どうぞ。もう私いきますよ。いただきます。このメロンパンすごく美味しい、外側の中からしっとりとして、そして外側がね、カリッとしてますね。うわーふわーっとしてます。キメがすごい細かい、柔らかいですね。香りもなんか幸せな香りです。調子ですね、本当にさすがに美味しい。それは普通のメロンパンと違ってね、もうちゃんとカリカリになって美味しいですね。本当に昔ながらのメロンパンっていう、食べ応えもあるし、まだありますよ。もう一個食べるといいですね。ずっしりしてますね。香りがいいですね。ぜひ合間に来たらこちらの昔ながらのメロンパン140円です。食べてみてくださいね。北側の鶏と北浦の鶏の塩を使いました延岡道の駅オリジナル商品、道の駅北側ハイマ北側の鶏炭焼きになります。こちら3つの道の駅で販売出しております。そうなんですか、はい、3つの道の駅で販売されているそうです、ね、慣れてくださいね、近くに来た時はですね。月の塩って言ったらね、有名ですね。はい、月の塩、美味しいですよ、すごく。私も食べたことありますけど、それの、目の炭火焼きですね。そこ、そのを狙うんだ。540円になります。580円ですね。これはもう帰って、すぐホイルしたり、チンして食べられるといいんですかね。はい、ぜひ、皆さん、こちら、カリマの一押しですので、ぜひ来てくださいね。すごい食べてみたいですね。楽しみです。はい、そしたらこちら延べ垣のコーナーです。じゃーん。うわー、これ何でしょう。皆さん一体何だと思いますか。これはプリンなんですよね。延岡学園調理科の生徒さんと、はい、私ども道の北側ハイマで共同開発したプリンになります。共同開発したプリンだそうですよ、ね、学生さんはすごいですね、調理科の方ですので。おいしいのいっぱい作ってますね、いつも。じゃあ私今日は延岡学園プリンをいただいちゃいます。こちら、お、パカッて綺麗に開きます。パカッて、うわ、中身、おー、すごい。この入れ物もですね、高級ですね、なんだか。いただきます。うわー、しっとり、ふわふわ。いただきます。幸せの味、濃厚ですね。あ、これはプリンと、普通のプリンとちょっと違いますね。濃厚に本当にしっとりです。この方がこちらプレーンと月の塩、はい、で限定でカマチャっていうのも出るときがあります。カマチャのプリンもありそうですよ、これは普通の感じですけど、味がですね、本当にもう濃厚です。しっとりした。おいしい。大人気でしょう、たぶん。はい。ねえ、後から後から後を引く美味しさで。
ったんですけど、ね、で新しいのが月の塩味、月の塩味です。先ほどのあの炭火の時も月の塩ね、有名だったんですけど、こっちも月の塩使っているので、これも楽しみですね。値段の方が280円になります。こちらです、280円です。じゃあこちらのコーナーに来てみてください。ハユマの中にはね、ずらっと並んでますね。こちらもなんか3個入りの500、5個入りもあるので、ね、すごいです。こちらはもうお持ち帰るようで、保冷剤も1個つけてくれるので、ちょっと遠くの方でも大丈夫ですね。もうお値段で、ね、ずっしり、もうプリン、鍋がプリンを、ぜひ我慢してみてください。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ほらカラメルソースがたっぷりで、それにこのプリンを絡ませていただくと美味しいです。ここでとろり感が、半端じゃないですね。美味しいです。はい、皆さん、ね、こちらのまた、ね、開発されたので美味しそうな飲み物がありますね。こちらはどんな商品でしょうか。北川さんの生姜を使いました、北川さんは今開発商品延岡ジンジャーエールになっております。こちら道の駅で開発されたものですね。ジンジャーエールということですので、生姜なんですね。あ、すごいですね。パッケージもなんかおしゃれな感じですね。これぜひ試してみてくださいね。お値段はおいくらになるんですか。250円になります。250円だそうです。この夏はもう爽やかな感じの飲み物だそうで、はい、夏にはぴったりの、ね、清涼飲料水になるんですか。炭酸飲料、みんないいんですね。はい、ぜひお試しくださいね。はい、唐揚げが出てきました。これはどんな唐揚げなんでしょうか。これは東駅人気ナンバーワン惣菜の平井崎さんのプロフィールを使いました。その塩鶏唐揚げになります。これは月の塩を使った、ね、唐揚げで、また塩味、塩自体の味がまた違うような感じですね。ぜひこれを食べさせてください。380円ですよ。はい、いい香りが漂ってきました。ニンニクとお塩がなんかね、唐揚げに入っています。うわー、しっとりとして、なんか重いですね、唐揚げ。いただきます。めちゃくちゃ柔らかい。ジューシーですね。柔らかい。これコクがあってすごく美味しいです。こんなに鶏の唐揚げでジューシーな唐揚げ食べるの初めてです。しっとりとしてですね。これはカリッと
さすが月の塩です。コクがこう違いますね、塩の。美味しい、いくらでもいけちゃいます。美味しいです。皆さんぜひこの唐揚げ食べてみてください。たくさんボリューミーです。これお好みでレモンもついてあるので、レモンシュー食べられてもいいですけど、私これ個人的にご飯でよく道の駅で買って食べる商品です。月の塩の鶏の唐揚げ380円です。ぜひぜひ食べてみてくださいね。美味しかったです。そのままが売ってるね。そのまま作ったまんまの。海藻屋さんが作った海藻シナモン。すごい。手頃やね。値段も手頃で、食べる時間に作ってくれる。このお弁当が美味しいですよ。はい、皆さん、道の駅はいま。ね、美味しさたっぷり、そして楽しいものもたくさんありました、ね、今日は一日本当に楽しかったです。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。